こんにちは会社に通っても月収100万は難しいですけども YouTube で喋ると月収100万とか1億円稼ぐことはそんなに難しいことではありませんはいそっかの工夫でございますまあ東大に行って東大を出た後に熾烈な競争の後月収100万とかね資産1億円2億円を作ることはまあそういう人はいるでしょうけども東大に行かずともそんな大学なんて行かなくても受験戦争とかね 就職戦争に巻き込まれなくても、ちゃんと自分だけのレースで、個人発信で稼ぐことができるんですよね。だから放送ってものすごく大きな力を持ってます。で、私はその YouTube を使ってね、よくアカウント制限食らったことがありますけども、それを恐れた発信をしてると言ってもいいですね、もう今いろんなペナルティを食らっちゃいけないので、YouTube で使うキーワード、表現方法には、ものすごくね、忖度してるんですよ。だから正直に話してることばかりではないことを、 やっぱりメディア論としては抑えておかなくてはいけないかなというところでございますえそして日本最大のメディアは言うまでもなく NHK ですあの民放ってのは広告を元に運営されてますから広告料を払ってくれる企業の言うことを大体聞くんですよだからセブンイレブンの違法な営業やいろんな問題があっても報じませんよねだってセブンイレブンが一番の広告料を払ってくれてますから 原発反対とかかかテレビではなかなか言えませんねだって東京電力ほかはじめ電気事業連合会がいろんなお金をテレビメディアに払ってくれてますからでも NHK は企業の顔色をうかがうことなく企業の闇の部分を暴いてもそこからお金もらってるわけじゃないからいくらでもできるわけですよまさに国民が受信料という形でお金を払ってるんで国民の方向を向いた放送ができるんですよね しかし、残念ながら NHK に働いている人は私たちと同じ一人間です。ですんで NHK という組織がもしね、企業の顔色を伺わなくて良くなったとしても NHK で働く人が個人的にある特定の企業や団体から何かしらのインセンティブをもらっているとやっぱりね、これは報道しないでおこうかとか こいつを報道しようっていうふな圧力がかかります。それに応じて現場の方では放送の編集権というのが与えられますから、まあいわゆる上の指示でこれは放送できなくなったみたいなことが起きるわけですよ。例えばね、最近の例で言うと NHK による郵便法違反というのがあります。本来は郵便局が独占してやらなければならない新書という事業を NHK が勝手にやらしていたやっていたってことですよね。 これによって NHK は不当な利益を10億円以上生んでる超犯罪なわけですよ。でも NHK はこれを自分自身の闇を報じません。で民放も先ほど申し上げたようないろんな金銭的な絡みがあって民放も NHK に忖度して報じません。本来なら国政調査権を持った国会議員が NHK の闇を暴いていいんですけども NHK の闇を暴くようなそんなね国政調査権を発動するとその国会議員の 痛い腹を探られてね、その国会議員が例えば NHK に出させてもらえなかったりとか NHK から特定の政治家の闇を暴かれたりとか政治家の関連する人たちの恥を暴かれたりとかしてやばいなと思うからやっぱり国政調査権も誰一人発動しないわけですよ逆を言うとそれほどまでに国政調査権を NHK に対して使えない痛い腹を抱えた政治家ばかりということでしょうね、うん、まあ唯一ね ガーシーはじめ NHK 党の皆さんが何の後ろ暗いところもなく NHK の闇を暴いてくれてるんですけどもまあさすがに多勢に無勢ということでなかなかうん届かないとこなんでしょうね、うん、なんということでしょうかまあでもそうは言っても YouTube 使いたいから私たちもね言いたいことが言えないポイズンになってますよいってらっしゃい